久保さん、久保さんのチャンネルがもう山本太郎チャンネルになってきましたね <laughs>。山本太郎チャンネルじゃないですか <laughs>。山本太郎さんの出現率が半端ないですね。はい、ということで、山本太郎さん行きましょうか <laughs>。やっぱねあの、山本太郎さんも僕ね、あの思うんですけど、しつこいっていうのがあると思うんですよ。 まあ、僕たちもしつこいんですけど、僕たちもしつこいけど、山本太郎さんもすげえしつこいと思うんですよ。普通だったら、あの、何すかね、あの、途中で多分やめてると思うし、<laughs> どれだけその、何すかね、骨をこう砕かれてきたのかっていうね、話じゃないですか。で、まあ、山本太郎さんのね、やっぱ、 あの演説が僕は好きなんですけどどれだけ大衆の人にね演説した時にね、うん、ボロクソ言われるのかっていうね「ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいわかりました」みたいな <laughs> マイク持たせてくださいみたいな山本太郎さんの演説はね神がかってますよね、まあ、あの対応ができるパフォーマンスができる政治家の人ってあんまいないと思うんですよね 多分山本太郎さんだけだと思いますよ。僕の知って、まあ僕全員知らないですけど、あのパフォーマンスできるのは山本太郎さんだけなんですよ。で、普通なんであのパフォーマンスができないかっていうと、あれをやっちゃうと多分持たないんですよ。自分の精神が。多分。あれをやるとね。で山本太郎さんは、不屈の精神というかしつこいんですよね。<laughs> 何言われても聞くし、何言われても対応するしっていう、この、対応力、しつこい対応力。<laughs> だからすごい、そ,それはね、僕はほの他の人ができないことですから、学べるるとところはたくさんあるんなと思いますねだ今、僕、メルマガ読者さんで、「の L の部屋」っていうのを始めて、山本太郎さんは現場でその演説をしてね、いろんな悩みを聞いてね、回答していくってやつなんですよ。 でこの前ね、その L の部屋にね、どんなお便りが来た、お悩みが来たのかっていうと、お悩みじゃないんですよ。一言で言うと、吉井さん。一言で言うとですよ。これ、いつ、い、いつの放送回だあの、いつの放送回だったかな。L の部屋の、いつの放送回だ昨日かおとといだったような気がするんですけどね。L の部屋。 なんかそのお便りが、なんか、ま、一言で言うと、吉田さん、僕、あの、風俗行くために頑張りますっていうお便りだったんですよ <laughs>。風俗行きたいんで頑張りますっていうお便りだったんですよね。あこの、L の部屋28ですね。L の部屋28のお便りが、あの、風俗行くために、風俗に行くためにもお金かかるんで頑張ります、みたいな <laughs>。そこにも対応しましたからね、僕は。 そこにも対応していました <laughs> なんかもうもうオナニみたいなね <laughs> 風俗行きたいんでお金稼ぐために頑張りますっていういや,な,やなんかなんかあの悩み質問じゃないんですよ <laughs> そこにも対応しましたんでそうもう山本太郎さん見習ってそう一応番組としてやってますんで うん、まあ採、採用するかしないかは僕の判断ですけどね。山本太郎さんもマイク持たせるか持たせないかは山本さんの判断だと思うんですよ。いろんな人が挙げたら。誰に持たせるかっていうのはね。うんはい、とにかく、まあ、しつこいですね。山本太郎さん。僕たちもしつこいですけど。いってらっしゃい。